こんにちは、猫和子です。誰だ今回はですね、 NSR250R と VTR1000SP2 の逆に NSR に乗った時の VTR との比較をね、お教えしたいと思います。では早速こちらを右に曲がっていきましょう。ということでこちらですね、僕今 NSR250R っていうねバイクに乗ってるんですけど、こいつのねマシンのスペックはねもうすごいですまずね、乾燥重量が、まあ、130キロぐらいしかないんだよね。めちゃくちゃ軽い。そしてね、馬力がカタログスペック上が45馬力なんだけど、こいつはねチタンチャンブルと横田林業さんの横田さんにですね、いろいろやっていただいたおかげで馬力シャーシダイナモ上で62馬力出ております。 250cc で62馬力ちなみにあの CB400 スーパーフォアっていうね教習所のバイクがあると思うんですけど、あれはですね一般的に出回ってるモデルが53馬力で、新型が57馬力だったかな。そう、 400cc の204キロぐらいある車重のバイクで50何馬力、こいつは130キロに対して62馬力とバケモノですね。ホワイトはどう思うかな。ホワイトもそう思います。サーバルちゃんはどう思うかな。すっごいVTR と比べて NSR は軽量ハイパワー、もう何にしてもね、一番はね軽量っていうのが一番軽い。あとね、まあ、見てください、僕あの身長161センチなんですけど、両足ねつきます。こちらですね、リアショックで車高を今ちょっと上げてるんですよ。12ミリ車高を上げている状態で余裕でね足がつくんですね。身長161センチだよでね、もうほんと軽いから、まあ、こける心配とかがないんですよね。ちょっとまっすぐ行くと峠道に抜けられるんで、まあ、VTR で前回峠走ったけど、今回ね NSR で峠走ってみてどれぐらい違うのかお教えしたいと。あとはですね、まるっきり違うのは排気量、 1000cc と 250cc でちょっと違うんですけど、僕のこちら VTR1000SP2 は車重が220キロに対して馬力が130馬力なんですよね。こちら4ストロークなんですけど、こいつは2ストです。だからこの不思議な独特なサウンドがするんですよね。おお不思議なオートテンションだまあ聞いていただいて分かる通り、こうなんかクラッチが、あ、クラッチが壊れてるじゃなくて、こちらはですね乾式クラッチ、クラッチがですねオイルに浸ってない、乾式って名前の通り乾燥したクラッチですね冬場はニベア塗ってあげないとねこちら乾式クラッチだったり、このフロントフォークのダンパー調整だったり、リアショックもダンパー調整付きのリアショックになってたりですね、純正採用装備で豪華装備な1台、それが NSR ですねみたいなこんな感じでね、やっぱ 250cc ハイパワーとはいえぶん回して走るんですよね。なぜかというと、まあ2ストロークだから上の回転数の方にパワーが振られていて、この上の回転数でバイクに乗るんですよね。 1000cc と違ってぶん回せるうおー、ぶん回していけ、いけた、コーナーリング来たぞ、いけ、ぶん回していくぞ、みたいな感じですね。あのぶん回すことができますこのぶん回すのがね、まあ、何がいいかというとね、バイクに乗るっていうのはね、やっぱ回したりして排気音を楽しむっていうのもね、バイクの醍醐味の一つじゃないですかやっぱそういうのもあってね、 NSR って乗ってるとやっぱ楽しいね。軽くて足つきも良くてぶん回してザ・バイクだよみたいな、うわーもうザ・バイク扱ってるみたいなそんな感じで乗ることができる1台がこの NSR ですね。で、僕はなんで NSR で好きで乗ってるかっていうとね、全てが良すぎるんですよまず乗り味、もう乗り味はね素晴らしい。このハンドルの位置とかね、ブレーキのこの加減だったりとか、倒していった時のこの軽くね回っていってくれるような車体作りがね素晴らしくいい。で、今走ってるこの峠道がですね、ダムですね二分谷ダムですね名前忘れちゃったのだじゃあちょっとここの公園に寄りたいと思います。ではこちら僕の気に入ってる NSR のご紹介をしたいと思います。てかね、今日ねもうほんとめちゃくちゃ綺麗に洗車して走ってたらさ、見事に大雨降られたよねああ洗車したのにびっちょびちょじゃんねえねえこの NSR ご紹介するんですけど、昨日ですねカライダーさんにこちらオスモ DJI ポケットっていうカメラをいただきました。ボカライダーさんありがとうございます。使います。ということで早速起動しましょう。
すげえなこれこれで外観撮ってみましょうか。見てください、こちらが NSR250R の MC21 でございます。こんな感じでこのカメラで映したらめちゃくちゃかっこよく撮れるんじゃないですか。こちらテールカウルのこのガルアーム 250R、 これかっこいいですよね。うわー最悪なんだが、洗車しに行きます。今日したけどねそしてこちらがモトアップさんのチタンチャンバー、カーボンケブラーで包まれたサイレンサーがかっこいい。そしてカウルがですね、こちらファイティングレッドのカウルに包まれたこの NSR250R スーパーエディション SE のモデルになってますね。井上ボーリングさんのステッカーが入ったって NSRRC バルブ、かっけーレインボーディスクが映えますね。これかっこよすぎない？かっこよすぎだろどこから見てもかっこいいこの NSR。 そして不思議なことにですね、こっちのカウルが NSR なんですけど STD ですね、スタンダードのカウリングになっております。こうやって NSR をね眺められることもなかなかないんでですね、かっけーそして横田林業さんでですね、この NSR はオーバーホールしていただいて、オーバーホール後の距離がですね、見てください、こちら 68,467 キロ、オーバーホール後もう 8,000 キロ走りましたオーバーホールして 8,000 キロ走っちゃった。 NSR 乗ってないと思ったでしょみんな、俺めちゃくちゃ乗ってるからねこのカメラめちゃくちゃ使いやすいぞ最高です、あなたが思うより最高ですって感じですねカメラ止めてピッ、お母さんありがとうございます、大切に使います。しかもこの屈谷のリュックがねもうすごいね便利なことに、ここにねちょうど DJI 用の収納があるという、なんという紙設計ジャストフィットなんですよね。オーバーホール後 8,000 キロで全然余裕でしっかり走ってくれるこちらの NSR 本当にありがとう。そしてね NSR には魔法が使えるんですよね、エンジン始動の方法がねめちゃくちゃすごいんで、いきますよ、押すじゃないですか、押していったら自動的にかかるみたいなセルとかキックとかいらないから何それ美味しいの。そして NSR のね利点その3か4ぐらいなんですけどスロットルワークがね結構ね雑で、もう低回転にねパワーが振られていないので、そんなパワーが出るわけではないんですよね。この雑なスロットルワークでも乗れるっていうのが僕の中では一番結構利点だったんですよね。 VTR だとピーキーすぎて、俺の先輩ね金田さんっていう人がいるんですけど、ピーキーすぎてお前には無理だよっていう風に言われちゃってちょっと金田さん、金田つけろよ、手もつけろ乗れますって金田さん、こういうね細道、街中のこう車もいっぱい通ったり歩行者がいるこういう細道でも一足でこう、これ一足ですよ、こうやって回して走ったりするのもお茶の子サイサイサイゼリアなんですよねこの扱いやすさはねほんとピカイチですね。多分バイクの中で一番扱いやすいんじゃないかなって思うぐらいすごい乗りやすくて、そしてハイパワー、同じ 250cc の中で比べてもやっぱりズバ抜けて、フレームの剛性だったりですね、アルミフレームがぶっといドーンって出たり、このリアのスイングアーム、このスイングアームの部分がガルアームになってたりですね、まあ、とにかくね VTR と乗り比べた感想なんですけど、どっちが乗りやすいかって言ったら、テン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 テラ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  NSR テンテン NSRやっぱり NSR がね乗りやすいですね。 1000cc は所有して初めて思ったんですけど、やっぱ 250cc だけ乗ってて気づかないことを気づけるのが 1000cc ですね。どんだけスロットルワークだったりとかバイクの乗り味っていうのがですね影響してくるのかっていうのがすごい分かりました。にゃーん、80?まあ、大体この NSR ってですね回転数が 11,500 回転くらいまで回るんですけど、巡航してる回転数が、まあ、4,000 回転から 6,000 回転、これが大体基本なんですよね。 15,000 回転の巡航、こういったのもねめちゃくちゃ楽ちんにできるのツーストって下のパワースカスカで、チャンバーとか特に変えたら下のパワーがスカスカで走れないんじゃないのみたいな方がねいらっしゃるんですけど、 NSR はねちょっと例外なんですよね。クラッチ逃げるじゃないですか、離していくと、あ、ごめん、そうした、あ、エンストしちゃった。でもこんなエンストしても、うん、こんな感じですぐかかるんですね。これこちゃんとこう下のパワーでも動き出すからねちゃんと前に進みますからね。あ、またエンストしちゃった無理なんだけど、積んだ積んだ、
ぱり素晴らしい。神の排気音だよね、心地よすぎる、聞くだけで風が治る。こうやって60キロ巡航とかもね、4ストロークよりも乗りやすいです。これなんでかっていうと、2ストってね、エンジンブレーキがドラムブレーキなんですよね。僕の VTR1000 SP2 はブレンボのエンジンブレーキがついてるんで、うわーってやったと、こうね、止まるんですよ。うーんって。NSR はね、もう止まらないからね。もうなんならこう、車より早く流れていっちゃうという。これもね、逆に街乗りがしやすいポイントの一つなんじゃないかなって思いますね。4ストロークずっと乗ってる人が、2スト初めて乗ったら、嘘みたいな。全然止まんないんだがみたいな。全然止まれないぜ。NSR と VTR 比べてね、もうこの時期だけ、この今夏の時期だけなんですけど、 NSR はね、あんまり熱を持たないんですよね。今現在の水温も60度の水温で走ってまして、 VTR で熱を持つこういったところだったりとか、全然熱を持たないです。 NSR 夏に乗る分にはめちゃくちゃ快適なんだよね。ただね、 VTR ね、あっちゅんあっちゅんマジで暑いからね、やばいからね。 VTR の水温はね、この夏の時期100度を下回ることはありません。ね、100度って沸騰してる温度なんだよね。見て、めちゃくちゃ景色綺麗なんだが、てか夕焼け。っていうか焼肉定食。この夕日に向かって走っていきましょうか。総合点としてはですね、みんな違ってみんないいっていうところなんですけど、 VTR は正直でもね、乗ってる時のね、所有感はめちゃくちゃいいね。ホモロゲーションだよ。あ、ウィンカー出しちゃった。なんかホモロゲーションの俺乗ってるぜみたいな、 1000cc のバイク乗ってるぜみたいな気持ちは、やっぱり VTR のが買ったばっかりだからっていうのもあるかもしれないですが、 NSR はもうこれが僕の当たり前なので、乗ってるのがですね、やっぱ今はね、特に買ったばっかりだから。これからね、まだこの NSR だったり、もちろん VTR もね、今後いっぱいいろいろ改造っていうかね、まあなんか、なんていうか、なんか、うん、まあ NSR だったらもうホイール、次はもうカスタムポイントはホイールですよね。見てこれやばくね。ありえないぐらい綺麗なんだが、マジで。というところで、いかがでしたでしょうか、 VTR と NSR の比較ですね。まあ本当まとめると、車重、熱量、オーナーリング性能とかもちょっと違いますね。まあそれはもう当然車重が違うからですね。 VTR も NSR もめちゃくちゃ気に入ってるので、どっちも大好きなバイクですね。ちなみにね、最近あの DJ1R ちゃんはね、夏の日差しに耐えられなくて日焼けしちゃいました。褐色ロリになっちゃった。雰囲気のいい場所来ましたね。ちなみに僕の家はここ。さあこの NSR ちゃんもね、今後いっぱい乗っていきますよ。ルビーちゃんも可愛いですね。よちよち。今日も動画撮り終わったんで、ここで一旦寝ますか。ぽいぽい。さあ終わった。寝るか。おやすみ。ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、PC の方も画面下のボタンから登録をお願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ルグコラ。